それで、うっすら向こうの方にしまなみ海道が見えてきております。今治城に到着しました。こちらですね、お城。今治城、これですね、お城の天守閣にちょっと登ってみたいと思います。それでは行ってきます。はい、こうやって下から見ると割と立派なお城見えます。ではどんどん登っていこうと思います。これは何かな、神社かな。こっちは神社になってるみたいです。いいですね。はい、天守閣の横に吹上神社っていうのがありました。厳かな感じの神社でございます。せっかくなんでお参りしたいと思います。はい、ということでお参りも済みましたので、天守閣に登ってみたいと思います。いい天気ですね。じゃあこちら天守閣に登っていきたいと思います。じゃあ行きます。これは気持ちいいですよね。お城の天守閣に登ってきております。すごくいい眺めです。これしまなみ海道も見えます。いいですね。今治城を出てきました。中の撮影は、できませんでしたけど、展望台からの撮影をしました。展望台からの景色めっちゃすごいですね。いいっすね。皆さんも今治に来たらこのお城からですね、ぜひ海を見ていただければ感動するんじゃないかなと思ったりします。それではまた。はい、こっからが旅の始まりです。いよいよしまなみ海道に突入しそうです。しまなみ海道の橋が見えてきました。だいぶ近づいてきています。すごいね、テンション上がるね。